だとか大発見したんですよ、ワイン。大体ね、僕は晩酌に飲むね、毎晩飲むんですけど、酒は。大体ね、3000円がね、なんていうかな、ボーダーラインでね、例えば2800円でもいい、で3100円でもいい、大体平均して3000円というのがね、まあまあ、少し贅沢かなとは思うけど、いいかなと思ったら、なんと最近ですね、1500円の、ね、ワインを見つけましたね。これがうまいんだな。あるレストラン行ってね、5人で5本取って、全部飲んじゃった。もう今日はワインございませんって言われたんですよ。うまかったんですよ、すごく、その1500円のワインが。